久保さん。まあ確かにこのやりとりハマってますね。ハマってますね。ハマってますね、久保さんと。まあ老と老一緒ですからね。ハマってますね。はいまあ、今回はねえ、なんだっけな。嫌うの嫌いっていうね。嫌、嫌っていう、はい。嫌っていう。嫌いとか。うん。嫌う嫌っていう。僕が頑張れる理由って、 あのこのこ嫌い嫌っていうね、そのダークマインドセットというかね、結構多いんですよ。まあ、全部じゃないんですけど、要は昔にもう戻りたくないっていうね、だからやるっていうね。うんまあ、昔の、昔のあそこに戻りたくないっていう <laughs>。絶対に戻りたくないっていうね。うんだからもう組織の中で働く。 誰かの駒として働くのは絶対嫌っていう。だから頑張れるっていうね。なんか夢とか目標に向かってね、まあ僕はドリームアカデミアってね、夢の学校みたいなのねあの、運営してるんですけど、僕は夢ないんですよね、あんまり、ね。<laughs> 夢、夢より、夢より嫌なことをやりたくないから、ひたすらやるっていうね。<laughs> うん。まあどっちでもいいと思うんですよね。夢のために頑張るの、目標のために頑張る。 あのも,うかもう会社に戻りたくないからとかなんかまあどっちでもいいと思うんですよ行動できればね、うんまあ、僕はもう絶対もうあそこには戻りたくないと、うん、その腹くくって起業したしもう戻らないっていうもう絶対何が何でも戻らないぞとっていう決心したし覚悟したし腹くくったし まあ、あの十何年は僕にしかわからないですから、まあ、いろいろありましたけど、いろいろありすぎたし、そのいろいろをね、動画で説明することは無理ですし、僕しか知らないことですし、僕しか知らないこともあるしね、言えないこともあるし、まあ、いろいろありましたけど、まあ、もう戻りたくないので、嫌ですから、嫌だからやるっていうね、そう。なんか、嫌い、あの、もう絶対、 なんだ好きなことで生きていく嫌いなことをやりたくないからやるみたいなね <laughs> そううんあなたの嫌いなことって何ですか会社に行くこと好きですか満員電車に乗ること好きですか嫌いですか好きですかどっちですかなんで嫌いなことずっと続けてるんですか,うんそうだから嫌いなことをやりたくないから苦手を克服するって感じですかね 嫌いいいななことををやりたくないから苦手を克服するっていう。まあ、最初から得意なものってないじゃないですか。ネット動画を撮るとかも僕苦手でしたし、セミナーやるのも苦手だったし、まあ基本的にそのネットビジネスは最初苦手ですからね。うん。でも苦手を克服しましたね。うん。はい言ってらっしゃい。